おでんが美味しい季節がやってきますな。ほら、大根煮えたわよ。味見する？こんにゃくがいいんでし。はいはい、味見だけよ。一晩置いて味が染みてから食べましょうね。花子はこんにゃくともち巾着と大根がいいな。牛すじが売ってなかったのよね。残念。花子はもつ系は食べられないでし。食べなくても出汁が出るかなと思ってコラーゲンでし。ああ、お母さんが好きなやつか、コラーゲン。何よ、悪い？お肌にいいものを取りたいのです。キキキ、プラセンタ。もうほらほら、早く寝なさい。お話ししちゃうわよ。花子、こんなお話はどう？こんにゃくもう一つください。ダメ、差別の果てに。僕の母がまだ若かった頃体験した話だ。あまりにも現実離れしてるから信じてくれないかもしれないけど、母は若い頃医者の兄の元で看護師をしていた。当時の医者って今みたいに内科とか皮膚科っていう区別がはっきりしていなくて、皮膚科から妊婦さんまで何でも見ていたらしい。ある日の夕方、頭に大怪我をした女の子 M ちゃんが運ばれてきた。連れてきた父親は半狂乱。先生、どうか助けてください。これは助からないだろうな。医者、つまり僕のおじさんはできる限りの手は尽くしたが、やはりその子は助からなかった。 M ちゃんはこの病院で生まれた子で、おじさんと母が以前から交流のある親子だった。実はその親子は犬神筋として町の人から避けられていた村の人だった。今じゃ考えられないけど、その村出身の人はみんな犬神付きだとされていたんだって。先生、俺絶対許さねえ、皆殺しにしてやる。そう叫んで彼は病院を飛び出していった。おじさんはまずいと思い後を追った。おじさんは怪我の原因は不慮の事故だと思っていたんだけど、父親の様子を見て誰かにやられたんだと悟った。母は遺体を置いたまま外に出ることはできず、病院で待つことにして、しばらくするとおじさんが戻ってきた。あちこち探して家まで行ったけど、もぬけの殻だった。仕方なく警察に連絡した。父親は犯人を知っていて、そこに向かったのだろうと思った。ところで、おじさんは貧しい人からはお金を取らなかった。でも無償で診察してたわけじゃなくて、秋には少し米を分けてくれとか、美味しいお肉楽しみにしてるよって感じで済ませていた。だからその村の人たちからおじさんへの信望は厚かったんだ。おじさんは昔一度 M ちゃんの父親を殴ったことがあるんだって。彼が妻が病気で寝込んでいることを黙っていた時の出来事だ。なんで早く連れてこなかったんだ。お産の時も、娘が熱出した時もお金を払わんかったから言えんかった。涙を流しながらそう話す父親を、おじさんは思い切り殴った。金なんかいらん言うたやろうが。おじさんも母も涙が枯れるまで父親と抱き合って泣いた。犬神好きなんて嘘っぱち、みんないい人ばかりじゃないか。母はその時心からそう思ったそうだ。 M ちゃんのお母さんは M ちゃんを産んで1年後に風邪をこじらせて亡くなった。おじさんが葬儀を手配し、 M ちゃんは母の眠るお墓に埋葬された。葬儀の最中、父親が姿を見せるのではという思いもあったけど、結局彼は現れなかった。葬儀から一月が過ぎて、失踪した父親のこともあまり話題に上らなくなった。そんなある日。はい。先生、うちの孫がトールが泡を吹いて倒れたんです。同じ町に住むとある家の5歳の孫トールくんの様子がおかしいということで、おじさんが母と駆けつけた。しかし到着した時にはその子はすでに息をしていなかった。心臓マッサージ。はい。
おじさんはトールくんの体に触れ、異変に気づいた。すでに死後硬直が始まっていたんだ。顔がみるみる土色に変わっていく。ありえない。トールくんの服を脱がせてさらに驚いた。痩せ細ってあばら骨が浮いた体は干からびたように水気がなく、とても死んだばかりのものとは思えない。さらにトールくんの体をうつ伏せにして、そこにいる全員が凍りついた。背中にできていた紫のあざ、それはどう見ても漢字の美だったからだ。母は、いや全員、口には出さないけど、M ちゃんのことが頭によぎった。M ちゃんの名前には美という字が入っていたからだ。おばあちゃんが号泣していた。母はトールくんの父親を見た。何やらブツブツつぶやいているが、何を言っているのか全く聞き取れない。母親の方も放心状態で目の焦点が合っていなかった。そして突然、父親が大声で叫んだかと思うと、座った格好のまま横に倒れ込んで叫び始めた。傍らに横たわるトールくんの背中から黒い綿菓子のような煙のようなものが出て、その煙はゆっくりと浮き上がり、母の目の前で止まった。途端に周りが静かになって、黒い煙はいつの間にか、そこだけが深い闇に変わっていた。目を凝らすと、二つの黒い目が母を見つめていた。不思議と怖くはなかったという。母は言いようのない悲しみがこみ上げて、そこで記憶は途切れた。母が目を覚ますと、隣の部屋に寝かされていて、おじさんが心配そうに顔を覗き込んでいた。母はあの後、突然気が触れたように泣きわめいて気絶したのだそうだ。トールくんの父親は意識は回復したが、精神に異常をきたしていて精神病院に送られた。トールくんには3歳の弟がいたが、1週間後に原因不明の心臓麻痺で急死、その翌日には母親が首を吊って亡くなった。トールくんが亡くなって10日も経たぬうちに、その家にはおばあちゃんしかいなくなってしまったんだ。おじさんと母はその家族と M ちゃんとの関係が気になって仕方なかったが、聞けるはずもなかった。家に一人残されたおばあちゃんのことが気がかりで、おじさんはちょくちょく様子を見に行っていた。大丈夫ですよ、私が死んでも墓参りしてくれる者もおらんから、しっかりせんとね。そう気丈に話していたらしいが、トールくんの死から約3ヶ月後、おばあちゃんは川に自ら身を沈めて亡くなった。おばあちゃんはおじさん宛に遺書を残していて、そこにはこう書かれていた。先生、この度は多大なるご迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳なく思っております。先生の数々の励ましのお言葉、決して忘れません。私は一刻でも早くあの世へ行って、M ちゃんの家族に会って土下座して謝りたいのです。M ちゃんを死なせたのは私であり、すべての責任は私にあります。先生は多分ご存じないと思いますが、M ちゃんとトールはとても仲が良かったのです。遊ぶときはいつも二人一緒でした。その様子を私の息子はいつも忌々しく見ていました。よりによってあんなのと遊びよってと、息子は常々口にしておりました。私は息子を責めることができません。息子にあの村のことを話したのはこの私なのです。あの村の子供と遊んではダメ。息子にそう言い続けたのは他ならぬこの私なのです。今は悔やんでも悔やみきれません。M ちゃんが亡くなった日のことです。M ちゃんを探しに父親がうちを訪ねてきました。M 子見ませんでしたか？まだ帰ってこないんだ。私はトールを呼び、M ちゃんを知らないかと尋ねると、トールは無表情でこう言いました。M ちゃんなら橋から落としたよ。その時の衝撃は忘れられません。
何を言ってる？寝ぼけてるの？しかしトールは平然と答えたのです。だってエムちゃんは化け物だって、人間じゃないってお父さんが言ってたよ。めまいがしました。夢であってほしいと心底そう思いました。エムちゃんの父親は気がつけば玄関からいなくなっていました。トールはもともと優しい子でした。私が鬼の子にしたのです。すぐに出頭すべきだったかもしれませんが、可愛い孫を殺人犯にするのはやはり忍びなかった。私は覚悟を決めました。自分の命で償おうと、息子と嫁、孫二人を天井裏に隠し、私一人エムちゃんの父が来るのを待とうとしました。しかし息子にそれを指示した時、息子はこう言ったのです。隠れる必要などない、逆にやり返してやる。私は情けなかった。エムちゃんの父親と私の息子、どちらが犬畜生でしょうか。私は息子の顔を初めて叩きました。しかし私には息子を責める資格などありません。情けないのは私も同じです。私は今に残り、ひたすら彼が来るのを待ちました。何よりもまず会って詫びなければと思っていました。真夜中彼はやってきました。すべての責任は私にあります。どうか私の命で許してください。しかし彼にはそんな私の姿などまるで関心がないようでした。私の命で償えるはずもなかったのです。部屋をうろうろした後、そのまま出て行ってしまいました。今は孫のことよりもエムちゃんを抱きしめたい。涙はもう枯れ果てました。おばあちゃんが亡くなった後、エムちゃんの父親が山で遺体で発見された。大きな木の下で、死因は餓死と診断された。その木には釘で打たれた写真があったそうだ。あの家族の写真だとわからないくらい何本も釘が打たれた写真が。はい、おしまい。差別、この世界からゼロになるということがありませんね。差別している本人でさえなぜ差別しているのか明確な答えがあるわけではないようです。周りがそう言うから、みんながやっているから。このお話のように大人からそう教育されてしまっていると、子供はそれを当たり前だと信じてしまいます。悪しき習わしは終わらせたいですね。おやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。